ナナナンナンナナナンナンキラッ。こんにちは、バーバラ楽団です。ライアーが弾けるとちょっとかっこいいですよね。ということで、今回の動画はライアー初心者の方でも簡単にそれっぽく弾けるライアーの弾き方説明第1弾です。早速ですが、まずは今回弾く曲の完成形をお聴きください。ご存知の方が多いであろう、スパークルです。それでは説明していきますね。まず最初に、Q、W、T を順番に押していきます。基本的にはこれの繰り返しです。これだけでもだいぶそれっぽく弾けるので、これだけできれば大丈夫です。この音をつなげていきます。もう少しだけ早くしてみます。慣れてきたら伴奏も追加してみましょう。 C D V F P G G G V を順番に押して繰り返していきます。この時、最後から2番目の G を押した後、すぐに V を押すのがコツです。これを先ほどの Q、W、T に合わせて弾いていきます。慣れるまでちょっと大変ですが、頑張ろう。このままでは締まりが悪いので、F、B、G、G のあと4回ほど Q、W、T だけを弾いて、最後に Q、W、T を同時に押します。これで完成です。今回の動画では、とりあえずスパークルを選曲しましたが、好評ならば第2弾として、ドラゴンスパインのあの BGM や、稲妻のあの曲とか、原神内の曲や、
その他有名な曲をやっていこうと思っています。ここまでご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。